1970年代初頭にアージサベージに剣下されて飛行試験を行う UF-100 LD に LD-100BAE-146 に搭載されるアルフ5 0 0にハネウェルアルフ5 0 0にはライカミングが開発してアライドシグナルを経て現在はハネウェルエアロスペースが生産するギアードターボファンエンジンである1980年に認証を取得して BAE-146 やボンバルディアチャレンジャー600に搭載される。高水力の LF507 は BAE-146 の更新型アブロー RJ に搭載される。初期に開発された u f 1 0には試作機であるノースロップやマイナス Q に搭載された。原型となったエンジンは CH-47 ヘリコプター用のターボシャフト、エンジン T55 e から712であり、 直流式延伸式コンプレッサーを備えるなど、ターボファンエンジンとしては異色な形式である。一般的特性構成要素性能出展、アルフ502ターボファンエンジン、ハネウェルエアロスペース2011年8月30日、エツランレイエス、リチャード・ A、ツー・ウィリアム・ A ・イ・フレミング、ザ・ヒストリー・オブ・ノース、アメリカン・スモール・ガスター・ビン・エアクラフト・エンジンズ、レストン、 アメリカンインスティチュート・オブ・エアロノーティックスアストラノーティックス ISBN 1563473321ありがとうございます。